金子光月は、日本中央競馬会の騎手。競馬学校騎手家庭第16期生。同期には、梶明弘、加藤隆之、小林新一郎、鈴木直人、と、田島翔、西原玲奈、畑正昭悟、八鳥武士がいる。2000年3月1日、美穂トレーニングセンターの矢野進む級者所属として、騎手免許取得。同級者に、かつて所属していた。 エビナ・マサヨシは、兄弟子にあたり、金子が目標とする騎手でもある。同年3月4日、中山競馬第3日、第2競争で、初騎乗。2ヶ月後の5月6日、福島競馬第6競争で、キャロル・グリーンに騎乗し初勝利。デビュー当初に比べ体重が増え始め、2002年から騎乗機会の確保の意味もあり、障害競争にも騎乗していたが、 原量機種から外れた2003年以降は、騎乗機会が減少。近年ではほぼ障害競争のみの騎乗となっている。2013年の機種免許更新では、平地免許の更新を行わず、3月1日付で、障害競争限定の免許となる。2015年の新潟ジャンプステークスで8番人気のディリアンパープルに騎乗し、優勝、デビュー15年目にして、 待望の重賞初制覇となった。2019年、中山大障害で新軍マイケルに起乗し、優勝、初の JGI 制覇を飾った。ありがとうございます。